Thank you.
Thank you.
Thank you.
割り上げ出てきて嬉しいんですけれども、この企画もう一日ありまして11月9日、今度も大浦鈴木先生と、モーツァルトの弦楽器とフルートカルテットと、オーボエカルテットで、まあ、機会があればもちろんクラリネットのリースをトリムリースもあります、モーツァルトぜひ聴いていただきたいと思います。最後はちょっとアレンジなんですが、ピアノ一緒にということで、有名なリベルティネット17番から、メネットを